皆様ご機嫌いかがですか。本日ご覧いただくカードは日本対クロアチアです。フランスは今日の試合のために私たちを喜んで迎えてくれました。そして試合がパリの街と同じようにとってもエキサイティングになればと思っています。それでは実況に移って思いのほどを聞きましょう。小谷さん。はい、今日の試合は非常に面白くなる要素をはらんでいるのですが、観客もそれに一役買っていることは間違いありません。今日は何が起こるか分かりません。展開が全然読めませんね。秋田、三浦、プロシネチク、総研、キーパー本当によくやっています。本当に素晴らしいセーブでした。中山、ディフェンスはよくまとまっています。奈良橋、そしてレフェリー PK を指示します。結局ボールはキーパーの手の中に。ヤルカン、そしてサンサンと輝く太陽。最高のサッカー日和です。キーパー問題なし。彼ぐらいの選手になると難しいセーブも簡単に見えてしまうんですよ。パブリチッチ、タッチラインを越えスローイン。うまく落とした。プロシネチク、まさに最高のゴールキーピング。素晴らしいセーブだ。ボールが見えなかったのに素晴らしいセーブですね。ヤールリー、いや本当にバラバラにされてしまいそうです。中山、これはキーパーも怒るでしょう。ディフェンスがバラバラですね。今の場面をもう一度見てみましょう。現在の得点は1対0。総研、ヤールニ、総研、ヤールニ、絶妙なコントロール。三浦、伊原、山口、七海、中山、ボールはネットの中です。もう一度見てみましょう。試合が動いてきました。2対0。総研、今のタックルは悪質です。いけません。ヤールニ、総研、プロシネチク、奈良橋、中田、そしてハーフタイム2対0です。金田さん、何かございますか。お互いに機能していませんね。システムを少し変えればもっと良くなると思うんですがね。
ーケル、クロシネツキ、ナイスタックル、きれいにボールを取りました。これはうまい。キックで逃れました。ここで流れを変えるべく手を打ちます。ボールがピッチの外に出てコーナーキックです。これを決められるかどうか注目です。お粗末なコーナーキック、こういうチャンスこそ生かさなければなりません。ナイスボールコントロール、ボールは危険地帯から出ています。パブリチッチ、クロシネチッチ、かかとの後ろでうまく引っ掛けました。ボクシッチ、山口、これはうまいディフェンスです。クロシネチッチ、うまいパスワークです。ディフェンダーは危機を脱しました。うまく決めましたね。パブリチッチ、いいパスだ。北沢、いいテクニック、これはキーパーにとって問題なし。うまいボールコントロール、こちらサイドの観客がウェーブを決めようとしています。最高の雰囲気ですね。今日は中田、素晴らしいタックルです。相手の隙をついてボールを奪いました。ボールをクリアしました。信じられないゴール、今のシーンをリプレイでもう一度。3対0になりました。終盤戦、完全に試合を支配しています。いいクロスです。決まりました。いいクロスボール、そして素晴らしいフィニッシュ。リプレイを見てみましょう。素晴らしいプレイヤーですね。日本、2ゴール差をつけての嬉しい勝利。ファイナルスコアは3対1です。We'll be right back.